逃げた。逃げた。オッケー。逃げたね。すごいな、あんな体で飛べるなんて。それは思う。確かに。可能性を感じるよね。ペコラも飛べそうだもん、あんな。もういい。でかくないペコラ。どういうこと？ウルフルとペコーラをなんか同じに扱ってはダメですよ。なんか耳使えば飛べそうじゃん。え、そういうこと？うん。なんか今日ミオ先輩大丈夫かなってくらいですけど。心配になる。やばい。ペコーラに心配されてる。びっくりした。フルフルがペコちゃんに見えるのがどうしたって見えた。わかんない。なんかミオ先輩大丈夫ですけど。大丈夫だって別に。本当なそんな。ペコちゃん、ペコちゃんああやって飛ぶのか。いやペコちゃんああやって飛ばないペコですよ。一緒に住んだ。一緒に住んだ。いやミオ先輩のせいでペコちゃんが飛ばれないじゃんペコちゃん。もう一緒に住んだよ。いやいやなんか可能性を感じたからさ。謝っとこも。いや、それ今、ふぶき先輩が言わなければ、ファーッと絶対来なかった。狙ってましたね、今、ふぶき先輩。その一言で、多少難易度が隠れたら出てきちゃうということを。やべなんか見てる限りペコちゃんもしっかり鉄柱シゲ使えてて、おおいいねと思いながら背中に入れてたのに、素晴らしきスラーク使いですよ。褒められてますね。ちょっと嬉しいペコですな。先ほどのファンアートの件もありますけど、ちょっとこれは許していただければ。スラークと出てきちまったらもうその度にすいませんでした。謝罪謝罪のうさぎの皆さん、本当誠にすいませんでした。でも元凶はミオ先輩ペコだから。そうだそうだ。今言わなければバレないかなと思って言わなければ黙ってて笑ってたことがあるのか。一回一